茶室も4畳半が基本で、はい、4畳半より広いのを広間って言って。あ、そうなんだ。4畳半より狭いのは駒って言って。駒、駒、ちっちゃい。はいはいはい。あ、駒か。じゃあ、あの2畳のとか、じゃあ駒っていうんだよね。駒、2畳、駒中の駒で。駒中の駒、はい。力球以外はほとんどしてなかったです。もう1対1ですから。いや、雨の日、なかなかこっち来ないけど、雨もいいな、なんか。いいですよ。これはガスで炊いてる。いや、あの薪で4時間ぐらいかかりますね。なるほど、はい、新緑はいいでしょうね。いやー、最高です。5月ぐらいかな。それでここってなんか春ゼミって言って、4月か5月かなんかにすごいセミが鳴くんですよ。春ゼミって言うの、はい、知らなかった。あ、すごくて、それが新緑の時に。これ天井は本当は張ってあったんですけど、抜いたらなんか意外に構造がおもろいねっていうんで。本当だね。はい、マス使って、はい、本当に伝統のやり方。あ、そうですか。へえ。
これは図面ってちゃんと残ってったんですかね。ですね、上に新建築があってちょっと2メートルを基本にしたか。え、尺とかですか。尺を基本にしたかですよね。へそういう時代ですか。いや、木造を使う場合どうしてもあ、そっか、あるのが楽なんですよ。へ、吉村さんは最後まで、尺でやって、もちろん寸法を建築って難しくて、中をちゃんと尺で、ただ養生半取るとしたら、外どんどん増えていくので、簡単には言えないんですよね。そうか、そういや、そうですね。ちょっと2階を見せてもらうと、はい、本田さん、はい、篠原さんの建築で一番これが好きなの。お、やった。いいよ、本当にずっとね、行きたかったんだけどね、やっとかなって。嬉しい。よかった。一番はね、これでやっぱすごいと思ったのは、完全にこっちはまあ言ってみれば玄関みたいなもんで、でここをずっとここがリビングなんですよ、でそこがダイニングキッチンで、お風呂って、我々ね相当使いやすくは作ってると思って。はあ、意外 と, 意外と、こっちのどうやっても使いづらいに比べて、それを作る代わりに、こっちは相当使いやすくて、だからね、やっぱ当時の逆に言うと、ありふれた使い方なの。当時政府が推奨したやり方なんですよ。団地みたいな。そう、団地なの。団地の作り方なの。要するにここはで政府が推奨したのはね、お客さん用の場所を作るなってことなんです。それは全部家庭用にしなさいと。昔の家って座敷ってのがあって、座敷って家で家族はつかないんだから、応接間とかそういうやつ、そうそう、座敷ってのは要するにお祭りの時か正月にとかお客さん、昔日本のちゃんと家ってお客様を家で迎えてたんです。昔、今だから結局それができないからホテルとかいる、外の外食とかするけど、基本的には家で人を迎えるっていうのが基本で、それも中産階級でもそうだった。でそのために座敷っていうのがあって、日頃は使わない、日頃は使わない、で座敷をやめて家族だけの家にしようっていうのが戦後の動きで、それでさらに重要だったのは、リビングとダイニングって切れてたの。それで少なくともキッチンで飯を食うってことは、もう絶対ちゃんとした家庭のやることじゃなかったの。ヨーロッパもそうよ。ヨーロッパもっとすごくて、キッチンの匂いや音が普通の部屋に来ちゃいけないっていう。でも確かに海外ってキッチンで部屋ですからね。もう身分制。そういうことを全部やめようってことになった。その結果、台所で飯を食うっていう世界的にも珍しいことが始まる。それで台所で飯を食う、それで要するに部屋が広く使えるんですよ、一体で使うと。で LDK っていうのが日本で成立して、もう意外だったのは、それはね、もうあんまりこう中産階級以下の人たちの住宅改良のために政府がやったわけです。で政府はゆとりのある人たちの住宅改良の必要は全然ないわけ、適当にやってください。だから政治の課題にならないわけです。だけど貧しい中産階級以下の
ちゃんとやるっていうのはすごく重要な政治の課題で、それで LDK っていうのが始まるわけ。それでそれがもう政府のなんていうか政策とまるで影響し関係ないところで影響を与えちゃうわけ。あの十分な面積を取れる家でも、LDK になっちゃう。ちゃんとしたあのキッチンを作って飯を食おうっていう、だからそれをそのままだから取り入れてるの。で普通の家はもうこれでいいんですよ。そうですね。でそこにこう、ドンと、勝手の応接間の代わりに一緒の美術室というか、美術室と言いますか。いや今気づいたんですけど、確かにこれ廊下がいらないですもんね。そうそうそう、合理的ですね。合理的なの。で、すごくここは、ここはもうバーンと、当時の政府の方針にしたみたいなことで、こっちだけは、その分。真逆ですね、でも。そうそうそう。いやでも、この間誰かと話してて、この土間とこっちの割合がすごく良くて、これが逆だったら、土間がこっちだったら、全然面白くない。昔の家ですよ。通り土間ってね、ありましたから、町屋には。この大胆な大胆さが、本当に。4分の3が土間ですからね、これ。いや、でも、素晴らしいですよ。長谷川逸子さんがの頃がやってた頃なんだ。だから、そんなに初期じゃないんだよ。ああ、そうか。だいぶ後の人ですよね。74年ですからね、ここ。そうですよね、ちょっと後ですよね。いや、でも素晴らしいです。菅原先生とお会いしたりとか。いや、もちろん。もうね、我々ね、東光大の人から見ると、なんで藤森にあんなに優しいんだっていう状態。あの唐笠の家ってもう基本的に見せなかったんですよ。で私が申し込んだのよ。で東都通信とかだって申し込んだと思います。そしたら見せるって言って、ただで篠原さんは絶対自分がついていかないとダメなんです。自分も一緒じゃないと。一緒だ。それで来てくれて、その時ね、東光大の人たちももう誰も見れ、もう入れなかったわけ。まあ古い人はともかく、見せてくれて、でその時はっきりなぜあなたに見せるかを割とそう言ってね、あの正直な人っていうかちゃんと言う人なの。でなぜ見せるかはだから逆に見せてないわけですよ。あの毎日芸術賞の推薦文を書いたの。で毎月継承をあなたが推薦も書いてくれたからお見せします。それでさ、そこまでいいんだよ。普通さ、住主っているわけじゃん。そうですね、はい、住主がだいたい基本的には住主がいいとか悪いとか言うわけじゃん。そうですね。でカメラマンが撮ったでしょ、それすごくいい位置なのよ。で学生がカメラを構えたら、そっと言うんだよ、君やめなさい、それは写真家の場所だから。その人が撮ったところで二度と撮るなっていう、書くんだっていう話ですね。もうだからもうなんか先生の前でみんながシーッときてるって書いてますよね。いただきます。はい、いただきます。塩ご自分でさらに作ってください。いや、こんな感じで。おいしいです。そう。私、それ。なるほど。やっぱ、本当に驚愕すべきもんだ。みんなが、こう、いや、やった中の要素からできてんだけど、全体としては相当違うものになる。へえ、面白い。取り込むと。あの、タメさんってね、あの一種の天才なんだけど、それはね、集中力が異常だったの。本気になり始める前っていうのは、前兆があってね、こう机をこう見るんだって、直してくるんだって。気になるんですね。気になって。こうマスルになってる。もう本気のもの。とかね、あとね、
谷口さんが、武さんには謎のコンペの時の謎があって、コンペこう案の最終決まると最後に失明を書くわけです、はあ、部屋の名前を、はいはいはい、それで失明を書いて仕上がりなわけ、寸法もちろん書く、失明が最後になる、で失明をこう書いて持ってるよ、鉛筆でちょっと直せ、こっちこう失明の位置を変えるんだって。へー、それでみんなね、分かんないわけなんで失明を変えるのか、位置を変えるのか、ああそれはね、谷本さんから聞いたんだよ。ああ私は分かったって。だからいつでも失明について直されたことはない。他の連中はいつもなそういうことですね、うん、書かれてる場所を移動するんですよ。で、びっくりしたよ、入り口から目で追ってくるんだ、ぶつかる、失明にぶつかる。ああでちょっとこっち、あで谷口さんはそれを知ってやると、そうじゃない位置に置いておくと、うん、大丈夫。谷口さんがおかしかったのは、自分もそうやってやるけど署員が誰も気づかない一人くらい気づいてほしいって。